皆さんこんにちは。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は全という漢字でした。安全、完全、全知、全部となりましたね。このようにマスの中に漢字を入れて4つの熟語を完成させてください。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は分という漢字でした。半分、気分、分別、分解となりました。さあ、頭も働いてきましたか？どんどん行きましょう。3問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は得という漢字でした。納得、取得、得策、得意となりました。この漢字は得る、悟る、分かる、儲けるなどの意味を持つ漢字ですよ。4問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は利という漢字です。権利、勝利、利用、利益となりました。時間内に分かりましたか？この穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は浪という漢字です。波浪、流浪、浪費、浪曲となりました。この漢字は元川の名前で、後借りて波の意味に用いられる漢字ですよ。6問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、かという漢字です。主に入荷、荷物、加担となりましたね。7問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、食という漢字です。日食、飲食、食料、食卓となりましたよ。この漢字は容器に食物を盛り、上から蓋をした様にかたどり、食物、ひいて食うという意味を表しますよ。8問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、銘という漢字でした。国銘、官銘、銘文、銘柄となりました。9問目です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、活という漢字です。快活、うかつ、かっぽ、活達となりました。最終問題です。四角に入る漢字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、宣という漢字でした。公宣、託宣、宣言、宣伝となりました。この漢字は小学校6年生で習う漢字で、漢字検定の級は5級ですよ。それでは追加でおまけ問題です。マスの中に入る漢字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。土の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。